今日しかもリードしてるわけですから、この球の勢いでどれか抑えていくしかないという、そんな感じなんですかね。これも困りますけどね。井口の打球はライト上がっている、直踏み上げて入りました。同点ソロホームラン、井口今シーズン2本目のホームランが生まれました。今シーズンはそこまでホームラン量産という井口ではありませんでしたが、第2号のホームランです。23日のホークス戦、杉内から打って以来のホームランです。あっという間に一発で同点です。打ち出しライトへ持っていくホームランです。このバッティングいかがでしょう。右方向にねしっかり打つっていうのはこの井口のね、独特なものですからね、はい。